日本代表は1次リーグ E 組でカメルーン、アメリカ、イングランドと決勝トーナメント進出をかけて戦います。初戦の相手はカメルーン。気温36度、猛暑の中での試合となりました。手島、辻本、そして登録上はミッドフィルダーの12番の中田の3人のディフェンスライン。酒井は右のサイドハーフ、小笠原と小野が攻撃的な位置、10番の本山は左のサイドハーフ。小野アウトサイドで逆転チャンスになる。いい形、決定的な形でした。高原、さあまたチャンスになるか。酒井だ、チャンスになる、シュート、あーっとキーパーに当たってる、クリアされます。決定的な形、またミドルシュートに来た。おっと危なかった、危なかった。日本この身体能力の高さだけでも十分に脅威になります。さあ逆に日本、あーチャンスになる。よし、酒井から折り返しにいったらフリーになってるヘディングシュート、決まりました。ようやく均衡を破った日本、日本1対0先制。の本山、さあ本山が来る、さあ左に小野、ゴール前に送ってきてシュート、ダイレクトで合わせて日本は要注意。また長いボールを入れてくる、あっと中途半端になった、危ない、あっと同点ゴールを許してしまいました日本ね。まあ、あのディフェンスラインが本当に、もう一回、さあゴール前に送ってくる、危ない、日本危ない、助かりました日本。いや、まあ、その石川です、あーっとチャンスになる。さあ日本いい形だ、石川からゴール前に送ってくる、シュートはあーっと外してしまった、バンド、リーチの長さで取ってきます。さあ日本ピンチになる、ゴール前に送ってくる、危ない日本、かろうじて永田が入りました。決めないといけませんね。フリーになってます、送ってくる、ヘディングシュート、あーっと逆転ゴールを許してしまいました日本。タイムのうちの1分が経過、ゴール前に送ってくる、さあチャンスだ、さあ日本チャンスだ、折り返して、あーっと、またも決定的なチャンスを逃しました日本。ここで試合終了の笛。前半からリズムをつかみながら再三ゴールのチャンスを逃した日本。決定力不足とともに守備面ではロングパスやパワープレーへの対処が今後の課題として浮かび上がりました。チャンスになる、シュートだ、小野が打っていきました。日本この試合初めてのシュート、ここはドリブルで仕掛けます。低いボール、フリーになっている、シュートは小野、決定的なチャンス逃しました。小笠原からいいパスの展開です。小野スルーパスアップと、日本1点を先制しました。思わぬ形で日本前半の11分に先制。取られてしまった、シュートが来た、おっとシュートは日本2点目。後半の7分、スローインからのボール、そのまま高原が持ち込んで、中田、競り合い、日本チャンスになる、オフサイドではありません、シュートはこれはキーパーが反応して4人絡んでいきます。おっと南出た、まあ、いいと思います、ホイッスルありません。先にシュート、アメリカ1点を返しました。
ったドリブルだ。そのまま持っていってシュートが来た。いやいい形で3対2のような状態。堺がよく粘った。そしてスルーパス、1対1になった。シュート決まりました。日本貴重な追加点。小笠原決めました。ここで試合終了。日本アメリカを3対1で破りました。日本1勝1敗、勝ち点3を獲得しました。この遠藤から高原、さあそしてチャンスになる。長いだ、フリーになってる。1対1だ。キーパーに当ててしまった。それだけイングランドの中盤でのプレッシャーが効いています。さあ抜けてくる本山、小笠原だ。さあ本山、わずかに合いませんでした。高原です。今大会2得点。あ、ここで照明が少し落ちましたね。落ちました、ただプレーは続いてます。日本は怖いですから、まあ、今日はあんまり綺麗なサッカーを望むことは。さあ抜けてきた高原だ。チャンスになるか。切り返してシュート。あーっと、またキーパーだ。しかし小笠原と小野がボールの近くに行って、後ろは石川でしょうか。さあ石川の左足、決まりました。日本前半の40分、交代出場石川、関節フリーキックを叩き込みました。日本決勝トーナメントへの先制点。坂井、久しぶりに酒井の攻撃参加。さあ酒井から小野だ。小野浮かせていった。決まった。日本決勝トーナメントへ大きく前進する2点目。後半の4分、2対0、日本リード。小野がうまくコントロールして浮かせていきました。さあここでイングランド選手の交代です。2番の中盤の右サイドのリンカーンに変えて、7番です。7番のクラウチが入ります。相当にこう背の大きさを伺わせるクラウチ。これ画面から捉える印象だけですが、1メーター90センチくらいはありそうです。小笠原が前に上がっていった。その小笠原だ。チャンスになる。シュートは、あーっと浮かしてしまった。さあ裏に通ってくる。7番は交代出場のクラウチ、入ってくる。突破してくるが、ホイッスルありません。イングランドチームはプレミアリーグの主力レベルの選手たちはほとんどいません。わずかに数人がそのトップチームにエントリーされている程度。さあこのままいけば日本3戦目無失点で決勝トーナメントです。さあ南、よく反応しました。南、いいプレーでしたね。そしてここでようやく試合終了。日本 E 組の1位で3大会連続の決勝トーナメント進出です。決勝トーナメント1回戦、ポルトガル戦のキックオフです。左のエンド、白いユニフォームが日本、左に小笠原、その向こうに本山です。本山得意のドリブル、シュート打っていった。前半の33分になるところ、長井に当てて本山得意のドリブル、いきましたね。そして長井へ、中に折り返しを待っているのは高原。長井切り返して後ろに戻す。遠藤のシュートだ。決まった。日本先制しました。素晴らしい。後半の4分になるところ、前半はね、あれ外したんですけど、今はもう絶対打ってやるという気持ちでね、行きましたね。鮮やかなミドルシュート。小笠原から遠藤、そして遠藤のパスが通る。小野シュート、弾いている。長い、長いキープする。いいトラップだ。高原シュート、左に外れました。フォワードの永井に変えて、
この大会初出場、日本稲本入りました。前から本山、中に高原、勝負に行った高原、ホイッスルだった。ゴールキーパーに対するファウルということでプレーは止まっています。エステベスが今ゴールキーパーのジャージをつけようとしています。相手のゴールキーパーのアクセントはあまり引っ張られてはいけません。そうですね。クロスが来る、ディフェンダー入る、シュートが来た、同点に追いつかれた。後半の35分、ポルトガル1対1、同点に追いつきました。酒井がディフェンス離れてしまった。短いパスからシュートが来た、南と、そしてクロスバーが日本を救いました。ちょっと縦になってしまった。ドリブルを許してしまっている日本。シュートが来た、クロスバーが助けてくれた日本。小野、そしてラインの裏、取りましたね。バンドが行った、バンドのシュート、キーパー、フィールドプレイヤーのエステベスキャッチ。心配なこのペナルティーキック。決めました。ヒヤリとさせたコスタ、いきます。南君に一本お願いしたいですね。ゆっくりとした助走、南止めた、南止めました。ポルトガル初めて失敗、プレート進出。酒井に託された、決まった。日本苦しみながらベスト8進出。上沢が抜けてくる、酒井がいる、放り込んできた、ヘルプしまった、日本先生、日本先生。元山くんですかね。4分、元山のヘディングシュートで日本先制。近いサイド、ヘディング、ボレーシュート入ってきた。ここはマルティネスに抑えられました、日本。ラインの裏狙ってきます、オフサイドです。まあ、どうしてもかなり今日本がですね、はい、ディフェンスラインを前の方、はい、高い位置に置いてますんで、今日はディフェンスラインをちゃんとこう下げないと、はい、キープしていくというのは確実に勇気がいることだと思いますので、取ってカウンター、抜けてくる、ああいいですね、取ってくる、後ろから小笠原、小笠原のシュート、あー、こぼれて高原が詰めることができませんでした。まだシュート打ってきた、ベンチからシュートを狙ってきたのは、はい、今誰ですかね、わけですが、左に開いてあのスペースを作ってるんですね、ゴール前に。小笠原です、掘り込んできた、フリーがいる、シュート打った、ヘディングシュート決まった、2点目、いやー入りましたね、日本2点目。小野くんですね、小野のヘディングシュート。さあ日本、3大会連続の準々決勝、初のベスト4に2点目。前半の24分です。ロドリゲス、そしてシュート打ってきた、南、あー南がよく反応しました、はい、メキシコボールになった、かわして、まだ行く、シュートが、うんと来ました、もっと左だ、あー危なかったです。石川です、出てくる、いいですね、高原がいる、キーパーのミスしかった、高原シュートを打った、これは外です、外ですね、外です、はい、した方がいいと思うんですけどね。ロスタイムの間もなく3分が近づいて、あ、ここも試合終了、日本勝った、日本初めてのベスト4、これまでの選手たちとは違うんだというふうに山本雅邦コーチは言っていましたけれども、いや、スタンドからこのお客さんが流れ込んできましたよ。いや今珍しい、いや日本が喜んでいた日本選手が慌てて戻ります、喜びの後にちょっと恐怖もあったでしょうか、日本の方はあの稲本はまた欠場ということになります。ベンチからのスタート、スターティングメンバーを全く入れ替えませんでした日本。さあ日本、まだ経験したことのない
世界のファイナルに挑む準決勝のキックオフです。ここに本山、本山が左の位置からここまで入ってきて、そしてシュートを打ってきた。本山のシュート。ここに小野、高原、もう一度小野、こちらに本山上がっています。本山はこのドリブル突破が持ち味。突破する、折り返した、シュートのチャンス、高原決めた、日本先制。日本先制しました。本山くんがいいドリブルしましたね、今ね。浮かせていった。ちょっとミスキックになったでしょうか。ペジェグリンです。おっとゴール前、開いた、同点。日本先制した直後に同点に追いつかれました。あ、オフサイドない。南が出ている。危ない。これだ。南が戻る。プレッシャーはさほど厳しくありません。そうですね。本山、本山中に行く、持ち味出したく、日本シュートのチャンスになった。長いです、長い、長いのシュート、決まった。日本2点目勝ち越し。長い、今大会初ゴールで日本勝ち越し、2対1。ようやく、ようやく長いが決めてくれました。そうです、遠藤に代わってこの稲本を入れてきました。そして梶も入っています。本山に代わって梶を入れてきました。チェバントンです。チェバントン放り込んだ先はフリーの選手がいた。日本ピンチになる、切り返される、シュートを打たれた。南、いやー、よく守った。ああ、ここで石川を入れます。あ、稲本交代。いや、稲本はわずかこれ12分ですよ。まだあります。こぼれている。もう一回チェバント、チェバントのシュート。いやー、リード。ただこの後半はウルグアイの主導でゲームが進められています。ミント小野に遅延行為でしょうか、時間の浪費か。いや、イエローカード小野2枚目。これで次の試合は、ですから3位決定戦にしろ決勝にしろ、小野がこれで次の試合に出られなくなりましたとも言っています。入れてきて、ゴール前、危ない、ゴール前、ゴール前、うっと、よく南が守った。よく南がボールを抑えています。これは気をつけろ。カウンター、ウルグアイシュート。まだあります、まだ吹かれない。日本1点リード。ここで試合終了。日本世界ユース初の決勝進出。日本サッカーの歴史に新たな1ページを20歳以下の選手たちが見事に作り上げました。これまで指揮官として厳しさを前面に打ち出してきたトルシエ監督。しかしこの日、選手たちを我が子のように抱きしめ、その喜びを表しました。この準決勝の勝利はそれほど大きな一勝だったのです。日本代表ユースの新しい歴史へ向けて、決勝の相手はスペインです。 I think after 20 minutes you can see who is the best. Only after 20 minutes. 撒いた種が花を開こうとしています。それは18本の色とりどりの花です。J リーグが始まって7年目、今その成果が若い世代のヒノキ舞台で鮮やかに咲こうとしています。ゴールキーパーはこの大会で加藤さん、ベストゴールキーパーの一人。そうですね、いい南ですね。はい、もう大活躍ですね。そして手島、辻本、中田のディフェンスラインは崩さないできました。酒井、小笠原、本山、遠藤、そして今日は大宮アルディジャの宇治家を入れてきました。フォワードは高原と永井。オルバイスからのボール、オフサイドか。オフサイドはありません。ファウルがありましたか。今ゴールキーパーの南君のことだと思いますけどもね。あ、関節フリックスですね。あのコーステップ、オーバーステップ、オーバーカウンスを取ったかもしれません。注意の序盤です。
日本失点。下から来ました。今のプレーで日本はこれ崩せるなっていう感じ掴んだんじゃないですか。あ、いい飛び出しですね。さあ、みんなパッオフサイドの、引っ張った、引っ張ったが取らない。元山君らしい素晴らしい飛び出しでしたけれどもね。これはあるいはアルゼンチンスタンダードのレフェリングでしょうか。おっと、旗が合ってるか。いや、これオフサイドではない。2点目、スペイン2点目を取りました。パブロの2点目。高原はさっき一度向いている。このフィスエまた抜けてきた。さあ、マイナスのボールが入る。自分で狙ってきました。あ、狙いましたね。来ました、バルケロか。ピンチになる日本。日本ピンチになった。3失点目。一本の長いボールからガブリのドリブル。あっと前が空いた。コースが空く。要注意日本。シュート来た。よく弾いた。こうしても要注意です。あーと縦へ通ってしまった。前が空いている。切り返される。要注意だ。シュート打たれる。4点目。この4点目は大きい。手がですね、そう簡単にこう前へ出てこれなくなると思いますね。稲本行きます。ゴールエリアの中にも3人です。そのまま入ってきた。折り返してシュートだ。このシュートがディフェンダーに当たりました。いや、遠藤君でしたね。素晴らしいシュートが入ってきたんですが、もう一度小笠原裏へ出してきた。さあ、トラップした元山。オフサイドラインギリギリのところで入ってきました元山。こうした追います。追っているのはこれ稲本ですね。そうですね。稲本が自らの体で何をしなければならないか今伝えてくれました。ここで笛が鳴りました。スペイン4対0、日本しかし準優勝。疲労の中でサッカー大国スペインを相手に日本よく戦いました。スペインが序盤からゲームの流れをつかんで、間接フリーキックからの1点、そして畳みかけるように得点を挙げて、結局日本はこのスペインに対して付け入る隙を見つけ出すことができませんでした。ただしかし加藤さん、日本の選手は非常に厳しい条件、厳しいコンディションの中でよく頑張ったと思いますが。いや、本当よく頑張りましたね。こういった本当経験ができたということは、もう本当にもう日本のサッカーにとっても財産だと思いますね。